1万円を持つなら、次のどの組み合わせがいいですか？ 1. 1万円札1枚。2. 5000円札2枚。3. 5000円札1枚と1000円札5枚。4. 1000円札10枚。5. 100円玉100枚。診断結果。あなたの欲求不満度がわかります。1. 1万円札1枚。好奇心が旺盛で、欲しいものをあれこれ探します。しかし、お金を出して購入するとなると最も使いやすくて、便利で長持ちするものを探します。それが見つかるまでは我慢します。欲求不満度は意外と低く、サバサバした気持ちで次を待つタイプです。2. 5000円札2枚。周囲の人への心遣いが、きちんとできる人です。礼儀正しく、友達が困っていることがあると、ついつい世話を焼いてしまいます。しかし、周囲の出来事に気を取られるあまり、自分のことができなくなり、欲求不満度は高いでしょう。お人よしすぎる人にならないように注意しましょう。3. 5000円札1枚と1000円札5枚。いつもきちんと対人関係を保とうとします。何事もマイペースで行動するため、欲求不満度は低いです。リーダーとなって大勢の世話ができるので、みんなからの信頼も厚いでしょう。ただ、何もしない人から頼られやすいので、甘やかしには注意しましょう。4. 1000円札10枚。一見何の不満もないように見えて、実は欲求不満度がかなり高い人です。周囲の人に自分の考え方や、やり方を合わせすぎるからです。人の面倒や世話はよくできるのに、逆に相手から全面的に期待されて辛くなるでしょう。他人との距離を置き、知らんぷりをするのも大切です。5. 100円玉100枚。何事にも欲求が、他の人に比べものすごく高いです。しかしやりたいことが多すぎて、自分でコントロールできません。寂しがり屋で、負けず嫌いで、行動力はすごいですが、大きな信念や計画性が不足しているためうまくいきません。愚痴や不平不満を大声で言わぬように注意しましょう。チャンネル登録、お願いします。チャンネル登録、お願いします。あなたはとても大切なお客様の食事会に呼ばれました。